フィンスイミングとは、フィンと呼ばれる足ひれを装着して行う水泳競技を、言う。講義にはフィンを用いる水中スポーツの総称としても、用いられる。腕を頭上で組むストリームラインの姿勢をとり、全身を波のようにうねらせて進むウェービングと呼ばれる泳法を、基本とする。ワールドゲームズの正式種目の一つである。フィンフィンスイミングで用いるフィンには、一枚のフィンに、 両足を揃えて装着するモノフィンとそれぞれの足にフィンを装着する2枚のビリーフィントがある。プールもしくはオープンウォーターなどで競技する。水面 A。サーフィストは英語の表面の E。スタートとターンの際を除いてシュノーケルを含む体の一部が水面から出ていなければならない。シュノーケルなしでも競泳のように水面で息継ぎをして競技することができる。 国際大会では、個人種目として50メートル、100メートル、200メートル、400メートル、800メートル、1500メートルがあり、4人で1チームとする団体競技では、各選手が100メートルもしくは200メートルずつ泳ぐ、リレー種目もある。息止め A。アプニアとは、英語の、無呼吸の位。無呼吸で水中を泳ぐもので、顔は水面に必ずつけて競技しなければならない。 国際大会の種目は50メートルのみ。水中 A。イマージョンとは、英語の、侵入、侵入の E、スクーバダイビング用のタンクを手に泳ぐ。国際大会では、個人種目として100メートル、400メートル、800メートルがある。アプニア同様、顔を、水面から出してはならない。B フィンを用いた種目。競技としてのフィンスイミングではより高速に泳ぐことが、 できるモノフィンが主流であるが、初心者により親しみやすいことから、競技普及を目的に、日本国内では、サーフィストは独立して、B フィンの競技が行われてきた。2007年より、世界選手権などの国際大会でも独立した競技種目として採用された。国際大会では、個人種目で50メートル、100メートル、200メートルがある。国際大会では、 個人種目で 6km、団体種目で4人1チームで、各選手が 3km ずつ泳ぐリレーがある。オープンウォーターで行われる。年齢別クラス区分は、シニア、ジュニア、マスターズの3つがある。世界水中連盟による、プール種目の世界選手権大会が多摩数年に、オープンウォーター種目の世界選手権が奇数年に、そして、大陸別選手権が、 その逆年で開催されるほか、ワールドカップもある。しかし、世界選手権の開催は近年変則的となり、2005年の世界選手権では、プール種目とオープンウォーター種目が同時に行われた。2007年には、水中スポーツのオリンピックとも称されるクマス、ワールドゲームズの第1回大会が、イタリア、バーリで開催された。これは、フィンスイミング及びオープンウォーター。 水中ラグビー、水中オリエンテーリング、そしてアプネアなど、クマスの水中スポーツ部門に属する競技が一大会で実施される競技会である。また、国際ワールドゲームズ協会主催のワールドゲームズにも第一回より採用されている。選手層を世界記録に見ると、2005年以前は男子はロシア、女子は中国の活躍が主であった。しかし、 2005年以降は男子においてイタリアやウクライナ、女子においてロシアの活躍も目立っている。世界的な競合国としてはロシア、中国、イタリア、ドイツ、フランス、ウクライナ、韓国、そしてキリシアなどが挙げられる。過去に世界的に活躍していた日本選手としては坂井秀明、坂本弥生、そして堀内忠などが挙げられる。日本においては 日本水中スポーツ連盟が主催する最も権威ある大会として日本選手権が1989年により行われている。そして日本学生選手権なども開催されている。日本選手権大会では2007年度から現在までデルフィーノが総合優勝を果たしている。また2014年12月現在プール種目の日本記録保持者は坂井秀明。 長谷川優太、関野義秀、柿添武文、細田隆篠田正宏、鎌田香織、立本瑞樹、山岡明菜など。日本国内におけるオープンウォーター種目は2005年度より日本最大級のオープンウォーターイベントである湘南オープンウォータースイミングに組み込まれ 2.5km の距離でモノフィンの部及びビーフィンの部が開催されている。 2013年8月現在におけるオープンウォーター種目の活躍選手は、柿添えたけふみなど。また、上述のように2007年により、世界選手権などの国際大会でも独立した競技種目として採用されたビーフィン種目における日本記録保持者は、平拓也、吉田薪、山品咲き、加藤エリコ。2015年6月6日に、 イタリア・ラベンナで開催された、フィンスイミングワールドカップマスターズ2015、4X100 メートルサーフィスにおいて、堀本進むかな、金子雄介、高坂正人、春ス俊明が3位を獲得した。坂本弥生、フィンをつけたスイマーたちボリューム23第1回クマス、ワールドゲームスレポート。スイミングストリート。日本水中スポーツ連盟。 2008年9月28日閲覧。フィンスイミングチームでルフィーの日本、水中スポーツ連盟。世界記録、日本記録。2008年9月28日閲覧。湘南オープンウォータースイミング、坂本弥生。フィンをつけたスイマーたちボリューム35。湘南オープンウォーターフィンスイミング編。スイミングストリート。日本水中スポーツ連盟。 2008年9月28日閲覧。日本水中スポーツ連盟。世界記録、日本記録、前景。フィンスウィミング、マスターワールドカップ、オードリー春日、アンカーで、失態も、世界大会でメダルトゥテース。ありがとうございます。